こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスに白と黒のアクリル絵の具で絵を描いていきます。それからなんかちょっと何年かで悩んでることがあって、最近まあ別にいいやなんて思うようになったんですけど、そんな話もちょっとしたいと思います。さっきなんとなく自分の古い作品の画像を見てたんですけど、なんか何年も前の作風には今の自分には描けないような表現があって、なんか自分で言うのも変ですけど、なんかすごいいいなって思いました。なんか今日は過去の自分自身にインスピレーションを得て、そんでちょっとそんな感じの絵を描いてみたいと思います。描けるかな。過去の自分の感性など失ってしまったものがあります。そういったものには取り戻せるものと戻せないものがあると思います。で、取り戻せるものならば、それが今必要だったりいいと思ったものだったら取り戻せばよいと思います。でも取り戻さなくても、今の私には過去の私にはなかった感性とか表現力があります。例えば20代の時にかけた絵は30代、40代、50代、60代、70代、80代、90代、100歳とかになった時に描けるとは限りません。その時の自分の感性と10年後、20年後、100年後の自分の感性は違うかもしれないし、でもその時自分の魂を持って絵を描いていたからこそ、今の自分の作風があるのです。だから絵を描き続けることは私にとってとても意味のあることです。だから何歳からでも絵を描くことが早すぎることもないし、遅すぎることもないと思います。今描いている絵は今しか描けないのです。かなり前に人から過去の作風で絵を描いてほしいって言われたら嬉しくないかって聞かれたんですけど、過去の作風で絵は描けないって言ったんですね。で、その理由を答えたんですけど、全然理解してもらえませんでした。その時私はうまく説明できなかったのかもしれないんですけど、今その質問に答えるとしたら、絵を描くことは技術的なことだけじゃなくて、そういった感性とか、そういう内面から出てくるものから描いているので、昔持っていた感性を今持っていないから昔の作風で絵が描けないっていう風に答えたら理解してもらえたのかな。ちょっとわかんないですけどね。なんか最近自分らしさっていうことについて考えてみたんですけど、なんか自分らしさってもともと持っていた自分のイメージ、それが自分らしさだって私は思っていたんですね。で、さっきも言ったように人の感性とか価値観とか表現力とかその他いろいろなことって時間が経つにつれて変わりますよね。なんかすごく好きだった自分、作品にすると作風とかっていうのがそれなんですかね。私の場合、自分でそう思うのと、あと人からそう言われたっていうのがあるんですけど、風変わりで、ひねりが効いてて、それでカラフル、そういった感じの作品が多くて、でそれ自体が自分らしさってなんか勝手にイメージしていました。最近まで悩みがあったんですけど、ここ何年か私の描く絵の色使いとかがすごく地味になってきて、結構色を抑えたり地味めの色を使ったりとか、あと同系色が増えたり、なんかだんだんなんか色使いがおとなしくなってきたって感じ、なんか自分らしくないなと思って、で展示会とかを開いても、前はすごい多くの作品がカラフルだったもんですから展示全体がカラフルなイメージになってたんですけど、なんか年々なんか色合いも地味になってきて、なんかディスプレイ全体が地味になってきてるってことがちょっとした悩みでした。でも最近そんなの悩む必要ないなって思うようになりました。確かにニーズに応じて色を抑えたりとか、そういう感じになっていったんですけど、その地味な色合いとか同系色の色合いとか、あとはそういった割と無難なモチーフとか、そういったものの中にも自分の想像力とか感性とか、そういったものでその地味な色を使ったりとか自分の個性で表現しているので、確かに昔の自分とはちょっと変わってきてはいるんですけど、自分らしくなくなったんじゃなくて、自分らしさのバリエーションが増えたっていうことだけなんじゃないかなと思うようになりました。こんな感じの作品が出来上がりました。タイトルは過去の思い出です。なんか過去の話をしたからってわけじゃないんですけど、なんとなくイメージが。なんかさっき見た過去の作風、なんかその面影って今の一部の作品にはちゃんと残ってて、なんか今日の作品にも出てるんですけど、昔に戻った感じもしないし、昔の表現とまた変わってるし、だから何が言いたいのか自分でもよくわからなくなってしまいました。なんか人の感性って変わるし、子供の時には子供の感性、若い時には若い時の感性で、若くなくなった時には年とともにそういう感性が変わってくる。それで年って言っても同じ年の人が何人かいて、その人たち全員が同じなんじゃなくて、一人一人違うし、だから私いつも思うんですけど、人は一人一人みんな違う個性を持ってて、だから同じ年齢とか性別とか出身地とか人種とか行った学校が同じだとか、それでも一人一人みんな違ううし、まあ人間だけじゃなくて犬でも猫でも他の動物でも同じ個性って一つもなくて、だから面白いなと思います。でね、画家とかアーティストとかといってもいろんな人がいて、一人一人また違う考えを持っているでしょうし、なので今日話したことは別に私はアーティストを代表して話してるんじゃなくて、自分の思ったことをお話ししてみました。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。